今は都会へ引っ越してきているんだが、子供の頃、村に住んでいた時の話。俺ん家の裏には山があった。何の変哲もない、ただの山なんだが、詳細はそうでもなかった。その山は、村で呪われていると噂されていたんだ。だから両親や祖父母からは、絶対に行くなと念を押されたし、俺もさすがに行かなかった。何でも山に入ると、それを機に良くないことが起きるらしい。それか山の中で遭難。村では有名な心霊スポットであり、誰も行かない心霊スポットでもあった。でもそんな中、一定の人間だけは山へ行くことがあった。それは、いわゆる旅行客。おそらく、この村内だけの噂だったんだと思う。山が呪われているというのは。村には何のお土産屋もないし、正直言ってなぜこの村に旅行客が来るのか、それが何とも疑問だった。そして山へ行くことも疑問だった。しかし旅行客は山へ入って何も起きなかったかのごとく降りてくる。いや、実際何も起きていないのだろう。旅行客が言うには山の奥に寂れた神社があったそうだ。他の旅行客も口々にそう言っていたから、本当なんだろうなぁと俺も思った。ある日、学校で友達が山の奥の神社の話を俺にした。友達は疑問に思ったらしい。なぜ神社がある山が呪われているのかと。俺も言われて気づいた。確かに変なもんだと思った。そこで友達が提案した。山へ行ってみようと。多分、その時の俺に恐怖心なんてものはなかったと思う。なぜなら、旅行客はみんな無事に戻ってくるからだ。きっと、呪われているなんていうのは迷信なんだろう。俺と友達はそう結論付けて、放課後山へ行くことにした。俺は懐中電灯、虫除けスプレー、おやつを持って行った。友達も俺の家に来て、そこから一緒に山へ入ることになった。もちろん親には言っていない。結局、山へ入る時も、何の異変も感じなかったんだ。多分気分がハイだったからかもしれないが、放課後ということもあり、日は沈みかけていた。こりゃおやつ食う暇なんてないな、などと思いながらも、俺と友達は無事に神社へ着いた。でも、ここに来てやっと俺たちは後悔することになったんだ。神社の社の奥から何かが覗いている気がした。そこで俺たちは固まった。覗かれている気がしただけで、実際に覗かれているかはわからなかったんだけど、気分が悪くなった。友達は顔が引きずっていた。逃げようと思い、キビスを返そうとしたら、体が全く動かなかった。やばい。呪い殺されると思った。でも体は動かず、頭はクラクラする。すると、どこか遠くの場所で、ゴトンという音がした。金槌を地面に落としてしまったような音だった。そこで金縛りが解け、俺はすぐさま友達の手を引っ張り逃げ出した。途中何度も木の根に足をすくわれた。転びはしなかったが、転んだらおしまいだろうと思った。そこでふと気づいた。さっきまでほのかにまだ明るかった空が闇に包まれている。恐怖心は肥大し、同時に異変に気づいた。後ろから何かが俺たちを追ってきているように感じた。いや、実際追ってきていた。ガサガサと
草をかき分けるように確実に俺に近づいていた。追いつかれたら死ぬと直感した。後ろをちらっと見ると、そこには見るもおぞましい謎の黒い猿が追ってきていた。目は血走っている。死ぬ、死ぬと思いながら、なんとか山から抜けることができた。黒い猿ももう追ってきていなかった。ため息をついて、震える足でなんとか家に帰った。その夜、家のみんなはなぜか暗かった。特に祖母は何かブツブツ言っていて、もしかしたらバレたかと動揺したが、別に何も言ってこなかった。夕飯を食べ終わった時、電話が来た。俺は未だ山での恐怖を忘れられず、母の近くにいた。だから電話の内容も聞こえてきて、そこで唖然としたんだ。電話をかけてきたのは、俺が山へ一緒に行った友達の母親からだった。息子が家に帰ってきていない、そちらにいないか、とのこと。もう何が何だかわからなかった。俺が山を駆け下りているとき、手を握っていたはずの友達はいなかったんだ。つまりどういうことか、友達は山で神隠しにあった。それも俺のすぐ近くで。俺は何も言えなかった。母が何か知らないかと聞いてきても、知らないと答えるしかなかった。俺はとんでもない嘘つきだった。友達の母は泣いていたそうだ。罪悪感が俺を包んだ。居間へ戻ると、ばあちゃんが俺を睨んで開口一番。山へ行ったのか!と言った。俺はなぜかうなずいてしまった。そうせざるを得ない気がしたんだ。するとばあちゃんは、老体と思えない素早さで俺に飛びついてきた。どうして入った?あそこは呪われている。お前は疲れた。じき取りに来るぞ。そうばあちゃんが言った。取りに来るとは、あの猿のことなんだろうか。お前の友達も言ったんだろう。その友達は、お前の身代わりになった。友達が身代わりになったと聞いて、目の前が暗くなった。そこで俺は気を失った。そして今に至る。俺にはあれから何の異変も起きていない。友達には謝っても謝りきれないほどだ。呪われている山。その山と村には一つ関係があった。俺が住んでいた村は昔、人食いの習慣があったそうだ。今となってはそんなものは迷信に近いが、はっきり言うと、呪われているのは山でなく、村の人々の方だった。つまり、俺も。人食い人種の汚れた血を今なお濃く引き継ぐこの村は、神聖な神社からは嫌われている。どういうことかばあちゃんに聞いたところ、山の神社の守りが強すぎるそうだ。あんな廃れているようでも効力は健在らしい。つまり、呪われている人々があんなところへ近づけば、良くないことが起きるのは当たり前。だから旅行客には異変はなかった。友達は俺の代わりとなり、俺には異変が起きなかった。結末はこうだった。最初から山は呪われてなどいなかった。あの猿のようなものは山神か何かかもしれない。俺は盆や正月でも村に戻ろうとは思わない。多分次に行ったら本当に死ぬかもしれないから。